ハルク・ホーガン、ファンをがっかりさせた3つのスキャンダル。皆さん、こんにちは。今日は、日本でも有名なプロレスラー、ハルク・ホーガンのファンをがっかりさせたスキャンダル3つを紹介します。チャンネル登録もお願いします。では、簡単に、ハルク・ホーガンのことをおさらいしておきましょう。ハルク・ホーガン。ハルク・ホーガンは、アメリカのプロレスラー。本名、テリー・ボレア。身長201センチメートル、体重137キログラム。日本でも活躍したプロレスラーで、日本では、超人ハルク・ホーガン、または、現代に蘇ったネプチューン、などとアナウンサーに呼ばれていた。1983年に開催された新日本プロレス、IWGP 決勝リーグ戦に、アメリカ代表として参加。蔵前国技館で行われた決勝戦では、アントニオ猪木に必殺技、アックスボンバーを食らわせ優勝した。この時試合に負けた猪木が舌を出して失神するという、猪木舌出し失神 KO 事件が起こり、大変な話題となった。その時の試合の対戦相手がハルク・ホーガンである。右手人差し指を高々と上げ、一番、と叫ぶ決めポーズも話題になり、漢字で一番と書かれたタンクトップや T シャツ、ハッピも発売された。以降、一番はナンバーワンを意味する言葉として、アメリカでも有名な日本語の一つになった。ハルク・ホーガンの人気は、日本だけではなく、アメリカでも社会現象になるほどの人気を獲得した。1981年からは、アメリカでの主戦場を AWA に移し、本国アメリカでもベビーフェイスとして大ブレイク。1982年公開の映画「ロッキー3」で主役のシルベスター・スタローンとエキシビションで戦うプロレスラーサンダー・リップスを演じて知名度を一気に向上させた。しかし AWA では主催のバーンガニアがレスリング技術に乏しい選手を軽視したため、パワーファイターのホーガンは王者になれなかった。活躍の場を AWA から WWF 後の WWE に移籍。この移籍後、さらに、ホーガンの人気は加速していく。84年1月にアイアンシークを破って WWF 王座を獲得すると、全米各地で防衛戦を行って、いずれも大盛況を収める。さらに、ホーガンの人気に拍車をかけたのが当時、人気急上昇中だった歌手、シンディ・ローパーとのコラボだった。シンディが、女子レスラーのセコンドとして、WWF の興行に参加すると、続いて、ホーガンが、シンディの土俵である MTV に出演。音楽プロモーションビデオの全盛時、ホーガンが、シンディと並んで MTV に出演したことにより、その、陽気でマッチョなキャラクターが、広く一般にまで浸透すると、これが、一種のブームになっていった。今でも、続く WWE のイベント、レッスルマニアが、レッスルという言葉とハルク・ホーガンのファン、ハルカマニアを足したもので、まさに、ホーガンのために生まれたイベントだった。アメリカでのホーガンの人気は凄まじく、2005年から2007年にかけて、自身の家族が登場するリアリティ番組まで放送された。ホーガン本人はもちろん、妻のリンダ、娘のブルック、そして、長男のニックを含めたホーガンファミリーが総出演し、ホーガンの家族は全米でも有名になった。ホーガンは番組で理想的なパパぶりを発揮し、人気は不動のものになった。まさに国民的プロレスラーとなったのだ。マッチョマンで強い、それでいて家族思い。まさにヒーローだった。しかし、人生何があるかわからない。光に満ち溢れていたホーガンの家庭は崩壊する。スキャンダル1、不倫の末離婚。テレビのイメージで愛妻家と思われていたホーガンだったが、彼の浮気が原因で妻と離婚することになる。しかも、不倫相手は娘の友達だった。2008年、20歳の娘、ブルックの友人、クリスティーヌ・プランテさんとホーガンの不倫が発覚する。ホーガンとプランテさんは21歳の年の差があった。プランテさんは、ホーガンとの不倫についてこのようにコメントしている。テリーとの関係は、妻のリンダが彼の元を去り、離婚することが決まっていた、そんな状態の時に始まった。
離婚届は提出されていませんでしたが、テリーはいい人です。そして良いお父さん。彼と私は、彼が非常に困難な時期を過ごしていた時に親密になりました。しかし、それは間違った行動でした。この行動により、私は、ブルックという素晴らしい友人を失いました。この不倫により、ホーガンは妻リンダに、ほとんどの財産を持って行かれたと言われています。リンダは、自宅からシャンデリア、日焼け用ベッド、家の重機備品などを含む様々なものを持ち去ったらしく、家を売るにしても不動産屋に恥ずかしくて見せられないほどだとホーガンは語った。中でも一番返してほしいとホーガンが訴えたのは、ゲストハウスのトイレにあった木製のアンティークの便座だ。いくら離婚の多いアメリカでも、財産分与で便座の取り合いになるのは珍しいと現地で報道された。ステロイド裁判。全米一のプロレス団体 WWE。当時の WWF。そのトップスターがハルク・ホーガンだった。彼はリアルアメリカンと呼ばれた。当時の子供たちの憧れは、映画、ロッキーのシルベスタ・スタローンや、アーノルド・シュワルツェネッガーなどの、いわゆる筋骨隆々の肉体派。ホーガンは、これらのスターと並ぶ、全米の少年たちの憧れの対象だった。WWE は、キャラクターの善悪が明確になっていて、とてもわかりやすい。その時々の政治の状況に重ねるのが、おなじみのパターン。ロシアと対立している時は、ロシア人ギミックの選手、ニコライ・ボルコフ。イランと揉めている場合は、悪役イラン人、ギミックの、アイアンシーク。アメリカの景気が低迷し、国内でジャパンバッシングが高まった時は、日本人ギミックの横綱などが悪役として登場する。星条旗を手に登場したホーガンは、最初は、卑怯な攻撃で絶体絶命に陥るが、観客の大声援と不屈のアメリカン魂で息を吹き返して、憎い悪役をぶちのめして勝利する。観客は、ホーガンの姿に熱狂した。それを見た子供たちも強くなればいいんだ。ホーガンのように、筋肉もりもりのマッチョマンになればいい。ホーガンの言うように、大切なのは、ビタミンとトレーニングと神への祈りだ。それを続けてさえいれば、あんな体になって強くなれる。そう信じて、子供たちは、日々プロレスごっこに励み、いっぱいご飯を食べた。しかし、1991年6月、アメリカ・ペンシルベニア州のハリスバーグで、ある裁判が行われた。ペンシルベニア州体育協会公認ドクター、ジョージ・ザホリアンは、医療以外の目的で、指定薬物のアナボリックステロイドを処方、流通、販売したとして起訴された。アナボリックステロイドとは、筋肉増強剤として使用されることが主で、ドーピング薬物として知られている。短期間で、劇的な筋肉増強を実現するとともに、状態で得ることのできる水準をはるかに超えた筋肉成長を促す作用がある。しかし、その一方で様々な副作用があると言われている。FBI がザホリアンの自宅兼クリニックから押収した証拠物件の中から顧客リストが見つかり、リック・マーテル、ロディ・パイパー、ブライアン・ブレアー、ダニー・スパイビーなどの名前が浮かび上がった。さらに、交流中の取り調べ段階で、ザホリアンが、ハルク・ホーガン、ビンス・マクマホンにもステロイドを売ったと供述し、ペンシルベニアの地方新聞が一面でこれを報じた。1994年7月、ビンス・マクマホンは自社所属のプロレスラーにステロイドを違法に配布していた疑いで起訴された。この裁判の証言台に立ったのがハルク・ホーガン。ハルク・ホーガンはあっさりとステロイド使用を認めた。これは、かなり普通のことであると証言した。ファンはショックを受けた。ハルク・ホーガン、ビデオ流出事件。2012年に、ゴシップ系のウェブメディア、ゴーカーが、ホーガンが、妻以外の女性と、みだらな行為をしているシーンを隠し撮りしたビデオを掲載した。ホーガンと一緒に写っていた相手の女性は、ヘザー・クレム。ヘザー・クレムは、ホーガンの親友で、ラジオ番組の司会者であるトッド・アラン・クレムの妻だった。公開された動画の内容は薄暗い寝室で撮影されたもので、
ホーガンとヘザー・クレムの行為の様子が映されていた。隠し撮りなので、一方向からの固定カメラで撮影された映像。その内容はというと、肉体派の彼のイメージとは、正反対のしょぼい内容。巨体を生かして、ワイルドな動きを想像していた人々をがっかりさせた。しかも、ホーガンは早かった。行為に至った経緯をインタビューでホーガン伯を告白した。元妻のリンダと別れて、現在の妻ジェニファーと出会うまで、数ヶ月間、ひどいアルコール漬けで女を取っ替え引っ替えしていた。とのこと。そのトッド・アラン・クレムが、俺の妻を抱いてみろとホーガンに勧め。当時、妻リンダと不仲であったホーガンは、親友の妻につい手を出してしまったとのこと。しかし、これはトッド・アラン・クレムの罠で、その行為の様子はしっかり撮影されていた。トッド・アラン・クレムは、この動画をアダルトビデオの会社に売った。ホーガンは、撮影されていたことは知らなかったと主張し、ゴシップ系のウェブメディアに対して、動画や記事の削除を要請しているのに、聞き入れてもらえないと憤りをあらわにした。そして、ニュースサイトが、トッド・アラン・クレムは、ホーガンのビデオを流出させたらリタイアできるほどの金が稼げると言っていたと報じると、ホーガンは大激怒した。トッド・アラン・クレムと妻のヘザー、そして、ゴシップ系のウェブメディア、ゴーカーを相手取り、名誉毀損とプライバシーの侵害、それによって被った損害の賠償として、1億ドル、約111億円を求める訴訟を起こした。ホーガンは、トッド・アラン・クレムとは和解したものの、米連邦地方裁判所では敗訴した。その後、ホーガンは、この動画が、原因で WWE を解雇された。米国内の報道によると、ホーガンは、娘が黒人男性とデートをしていたことについての会話で、差別的な単語を使ったとされている。WWE は、声明の中で、従業員もレスラーも、世界中のファンも多様であるように、あらゆる出自の人々を受け入れ称賛してきたのが WWE。デリー・ボレアとの契約は終わりだと表明。後に、ホーガンは、侮辱的な発言をしてしまった自分に失望しているという声明を発表した。そして、この陪審員裁判がスタート。セレブのセックス動画をめぐる初の陪審員裁判として、全米のメディアが大々的に報じた。実は、ホーガンには支援者がいた。オンライン決済サービス、ペイパルの共同創設者で著名投資家のピーター・ティール氏だ。彼は、ホーガンに訴訟費用を援助していた。その理由は、昔、ゴーカーが、ピーター・ティールはゲイという記事を掲載して、ティールの逆鱗に触れたからだ。それ以来、ティールは、折に触れて、ゴーカーを目の敵にして非難する発言をしていた。その結果、フロリダ州の裁判所は、ゴーカーに対して、1億4000万ドル、約145億円の損害賠償を支払うよう命じた。ゴーカーに、この金額を支払う能力はない。結局、ホーガンは、3100万ドル、約32億円の和解金の支払いを受け入れることで合意した。これによりゴーカーは経営破綻し潰れてしまった。以上が、ハルク・ホーガンのスキャンダルになります。では、最後に、年代別に、ハルク・ホーガンの変化を見ながらお別れしたいと思います。ごきげんよう、さようなら。